この景色これ見て、うわぁ、乾杯。めっちゃ綺麗。変な匂いすんなと思って。こんにちは、ミロクです。今日は今から長野県に行こうかなと思います。夏休みをですね、まーちゃんが本当は秋か冬に取れるかなって言ってたんですけど、なんかいきなり取れちゃったので、本当2日前とかに、じゃあ長野県の標高高い涼しいところ行こうかってことになって、今高速道路を走っています。相模湖まであと2キロだそうです。はい。で、まあ、8月末で夏真っ盛りなので、ちょっとここちゃん今ここにいるんですけど、暑いかもしれないんですよね、いくら標高高くても。その場合はトンボ帰りってことになるんですけど、今一応クーラーガンガンにして、扇風機を回して、ダイソーで買ったあのマグネットカーテンをつけて、まあ、涼しい状態で移動しています。なんか下調べではかなり温度が低いってことなので、期待はしていますということで行ってきます。食べる？おにぎり。思ったより空いてるね。平日ですから、夏休み終わってますから。そうそう、お盆休みが終わってるのがいいよね。これ諏訪湖サービスエリア。うん、いいね。諏訪湖生まれて初めて来た。うん、綺麗。すごいな、綺麗。あらこちゃんも行き止まりですよ。ちょっと気持ち暑いわ、やっぱちょっとね。でも東京と全然やっぱ違うわ。東京と全然違う。ここじゃあせっかくだから。何これ、信州梅どら焼き買ったんや。私はルマンドを買いました。日本初のそば粉を使ったどら焼きです。すごい。あとココちゃんのこの、あのヒヤヒヤタオルもちょっと濡らさせてもらいました、あのお手洗いで。うん、全然悪い、おいしい。まーちゃんのなんか実家の近所みたいやね。あ、むちゃくちゃうちの実家そっくりや。実家帰ってきたみたいになってる。ほんまやな、のどかでいい感じ。この後前回の福島旅行の失敗を生かして、地元のスーパーにちゃんと寄って、まーちゃんが食材を選んで買ってきてくれました。標高 1200m だって。今何度？今外25度だ。もう？うん、すごい。あ、これヴィーナスライン。こっからです。おお。うわ、めっちゃうねうね道や。まーちゃん大丈夫？おう、大丈夫。本当？全然運転します。あ、本当？対向車があんまり。そうそう。対向車はいっぱいいたからさ。うん、結構でっかいバス、でっかいバス怖いよ。おお、あ、これ信号なんだ。あ、信号。おお。へえ。今のところココちゃんも気持ち悪くなさそう。この前のあれで鍛えられたか前の、なんだっけ、バンダイアズマスカイラインやっけ。あれは結構強烈やったもんね。あ、私酔い止め飲んでてやっとって感じだったもん。ココちゃんもちょっと頑張ってる感あったもんね。確かになんか浄土平とは違う綺麗さを感じるね。もののけ姫の世界観みたい。はい、浄土平はなんか石ころというか岩というかそういうのが綺麗で、うん、1700m。 だいぶ登ってきたね。耳大丈夫？大丈夫。外の方が涼しいんでちょっと窓を開けています。すごいね。あ、でも湿気はあるな。まあそうかもね。いやでもめっちゃ涼しいわ。いや涼しいわ。寒いよこれ。うん、これまだ昼の3時でこれだったら大丈夫。夜は寒そうやな。こうちゃんの防寒着とかないけど。え、持ってきたよ。あ、暑いやつ。暑いやつ持ってきた、真冬用の。おお、なんかいきなり開けたね。なんか今までの山道から想像がつかない感じでしたね。天気やと
着しました、道の駅美しが原。すごい、平日結構空いてます。寒い寒い。19度だって。19度。見てめっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗ね。ここちゃんクンクンが止まらない。この景色これ見て、すごい綺麗、めっちゃ綺麗。ここちゃんいいね、ここ深っかで。うわー、これは綺麗。ここちゃんクン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 楽しいね。ここちゃん知らない匂い楽しいね。おお早い。めっちゃ涼しいな、ここ。寒いくらいだよ。ちょっと上着着な、寒い。私もこの何 UV カットのこの長袖があってちょうどいいぐらい。ここちゃん楽しいな。楽しい。ここちゃんこんな綺麗なとこなかなか来れないよ。展望テラス。わあすごい、すごいな。へえ、でも今ちょっと工事で、工事中で。へえ、でも涼しい。あれ見た、 YouTube でこのクマちゃん、これ皆さん撮ってる。ここにちょっとココちゃん、ココちゃん、クマさん、クマさん。道の駅で気になるものを買ってきました、はい、お待たせ。なんとこんな素敵な、見て、空気が中膨らんじゃうんだね。信州のポテトチップス売ってたんで、これと長野のものにこだわって作ったって書いてあって、スプーンもつけてくださるっていうんで、この2つを道の駅さんで買ってきました。じゃあまーちゃんもいろいろ結構あった。交代でまーちゃんも中を見に行っています。カフェ野沢菜のおやき と、はい、とソフトクリーム一つ、はい、650円になります。はい、あったかいよ。本当？おー、美味しそう。 ありがとうございます。ありがとうございます。おー、美味しそう。なんかココちゃんが喜んでんねんけど、先にいいですか。はい、どうぞ。じゃあいただきます。ありがとう。うわー、うまい。うまい。牧場の味する。牧場の味ってどういうこと？なんかちょっとチーズ感あるっていうか、やバニラやけど、チチ感あるやろ。うん、うまい、おいしい。うまい、分かってよかった。こうじゃん、はい、おいしい。うまい、これはうまいな。これ美味しいね。これはめっちゃうまいです。このソフトクリームさ、この夏食べたアイスクリームの中で一番美味しい。一番うまい、確かに一番美味しいわ。この景色見ながらソフトクリーム、贅沢。これうまいな。美味しいね、このソフトクリーム。マジうまい。うん、めちゃくちゃ美味しい。なんか牧場のソフトクリームの味を思い出した。忘れてた、こんな味。おやき結構熱々。あ、野沢菜って書いてる。食べれんよ、お子ちゃん。食べれるのかもしれんけど、食べれない、ダメダメ。 何入ってるか分かんないんだから。変なもん入ってない、はい、熱い、結構ダメ、はい、どうしよう。いいよ、さっき食べて。私さっき食べていい、うん、ポポちゃんはおやつがある。ほい、じゃあいただきます。あ、おいしい。なんか魚、野沢菜。あ、そうか。ここちゃんも。ここじゃ私抱っこしとくわ。危ない。これで。大丈夫？でもソフトクリームの方が好きやったな。ああ、わかる。これはこれででも美味しいけど。郷土料理だからね。あ、そうなの？ちょっと食べとかないから。え、おやきって長野県？そうだよ。あ、そうなんや。音声トラブルにより声を一部後から入れていますけれども、今映っているのは美ヶ原高原美術館ですね。で、野外の展示場ではペット同伴で入場できるんですけど、まあ、今回はちょっとね、日が暮れそうだったので、中には入らずに、そろそろ車中泊の準備を始めることにしました。で、今まーちゃんが触ってるのは、まあ、これ最近買ったマグネットの網戸なんですけど、まあ、特にフリードプラス専用っていうわけじゃないんですけどね、まあ、車のこのボディのところにマグネットがこうやってくっつくんですよ。まあ、こんな感じですよね。で、ここにマグネットが仕込まれてて、まあ、簡単にこうやって取れるし、
くっつくしいみたいなね、こんな感じで隙間ができないようにこう全体を覆っていくと虫よけになるよっていう商品ですね。で、まあ、フリード専用じゃないんで裾がすごい余ってるんですけど、使用するには特に問題なかったです。でこちらマーミドなんですけども、これはダイソーで買いました。まあ、隙間もできなかったんで、まあ、普通に使えるかなと思います。こっちはねこうゴムでパッチンして止めるっていうそんなイメージですね。はい、見てください、このでっかい水平器をここに水が真ん中になってるので、この車は今水平ですよということなんですけど、まあ、水平じゃないとマジで寝にくいんでね、これ大事なんですけど、でかすぎるでかすぎるよね。なんかまーちゃんはいや届いたら思ったよりでかかったわって言ってたんですけど、でかすぎるよねそれにしたってね。ではフルフラットにして寝床を作ります。段差はニトリのバスマットでこうやって埋めて、青いのがヨガマットですね。でこれね、持ち運びできるマットレスなんですけど、これがフリードプラスにほんまにサイズがぴったりなんですよ。激推しアイテムなんで概要欄にリンクを貼っておきます。その上に電気毛布を敷いて机をこうやってセットしたら巣ごもり基地の完成です。フリードプラス専用の網戸なんですよ。もう2年ぐらい前に買ったやつ、3年ぐらい前から1回も使ったことなくて、はまった。あら難しいね、なかなか。なんでこのフリードプラス専用の網戸を買ってすぐに使わなかったかというと、ここが暑いの苦手で、冬しか今まで車中泊したことなくて虫がいなくて使う必要なかったんですよね。まあ、でも今回はさすがに使います。だいたい準備が終わりました。はい、すごい荷物だね。毎回すごいよ荷物の山が。でも今回バギー持ってきてないから相当楽だったよ。確かに今車内が24度の湿度 64%、 5時42分ということで、ココちゃんはだいたいちょっと早いんですけど晩ご飯を5時から6時の間でいつも食べてるので、そろそろ晩ご飯の時間かな。はい、先にココちゃんのお腹を満たしてあげようかなと思います。網戸なのでちょっと小声で。はい、はい、あ、それそれ、いつもの手作りのご飯を、アイラップに包んで持ってきています。これがすごいキンキンに冷えてるので、ちょっと温めてあげようかなと思います。よいしょ。もう水から湯煎しちゃうの？あ、いいよ。これ使い方忘れた。これ買ったばっかりなんです。あ、これ買った、あ、この間届いたやつこれか。あ、めっちゃちっちゃいでしょ。ちっちゃい。500W。500W？今室内が24度なんですけど、ココちゃん暑いので扇風機をポータブル電源につないでココちゃんに当てています。それとこちらは USB の充電式のやつ、ニトリのやつですね。いつも家で使ってるんですけど、これも使って今ココちゃんはちょうどいい感じですね。いかがでしょうか。どうでしょう。なんか暑いとこと、冷たいとこある？もうちょい温めたいな。この辺。つけとこうか。余熱で十分だと思う。よいしょ。よし。これが終わったら乾杯しましょう。イエーイ。これですね、このキッチンクリーナーでシュッシュッとしたらお皿洗ったようにきれいになるので、これをお家で愛用しています。ご飯、これ明日の朝です。すごい、これ安いのか高いのか。500円だけど、こんなでっかいパン500円、めっちゃいっぱい入ってる。これ明日の朝ご飯で、これ何、これ唐揚げ、塩麹のり唐揚げ、鮭のおにぎり、これがメインです。お弁当買ってきたんだ。きのこご飯弁当、トマトサラダみたいなやつ、サンドイッチ。まーちゃんノンアル？はじめちょっとノンアルでいこうかな。もう確実に寝れる温度になったら飲みます。わかりました。今まだちょっと暑いもんね多分。そう、もしかしたら買える可能性があるから。グリーンズフリー、ベリタスブロイ、はい、乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様です。おー、喉越しがすごい。久しぶりにこんなの飲んだ。キンキンだ。いや、冷たい。見て、アボカドサラダだって。美味しそう。なんか新鮮に感じてしまうな。なんか長野のスーパーで買ったっていうのがいい。すごく買って、これ硬いの？めっちゃ硬い。硬
湯が向けやんようまいね、うん、まー、あ、ちゃんがメインにって買ってきたお弁当きのこが信州さんいいですねじゃあそのきのこをまずきのこいただきますあー見る目あちゃんとしっかり味がついてるどう幸せや前回と全然違う飯がほんまスーパー寄っとけばよかったね前の時道の駅直しろさんには申し訳ないけど、ね、いや美味しかったけど野菜が足りなすぎた私しばらく断酒してるからさほんまにお酒飲んでるみたいに思うこれ炭酸飲料も飲まないもんね飲まないあ炭酸水飲んでるか時々ねいやでも、うん、水が圧倒的に多いな、うん、ほんまにお酒の味がするわここちゃんいい感じねんねしてくれた、うん、うちいつも25度やもんね室温、うん、だからうちよりも低いはずなんか見に行ってみるなんか撮影してはるねすごい綺麗だね行ってみようか、うん、ご飯そのままでいいいいよあの雲すごいオレンジ綺麗あもう気に沈んじゃったうんもう沈むかな外寒寒いなほんまに寒いめっちゃ寒い涼しくて気持ちいいねここちゃん見てあっちおおすごい綺麗綺麗わあめっちゃ綺麗すごいなおお寒いあ寒い風がこれ風吹いたら寒いねめっちゃ寒いわあ綺麗なここでスマホコンデジ GoPro の取り比べをしてみました。現実の色に近いのはコンデジかなと思います。で私のカメラ全体的に古いので、まあ、特に GoPro ね暗い場所が苦手で薄暗く映っちゃってますけれども、まあ、スマホが意外とこうファンタジーな色味に仕上がってるっていうかねもう結構好みかなと思います。まあ、でも明るい場所で撮るとまたそれぞれ印象が変わってくるかなと思います。車に戻るとねもう日が暮れて一瞬でしたね綺麗な夕焼け行ってよかったです。晩ご飯も無事に終わりまして完食いたしました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、でちょっとおやつを食べようかなと思うんですけど今7時です。このパンパンに膨れ上がった信州ポテトチップス野沢菜わさびポテトチップスこれをちょっと食していきたいなと思います。あとプリンもあるんだけどプリン朝にする2つも多いよな寝る前に。俺はいくらでもいけるそういうの買わないと思ったから俺ピザポテト買ったんだよ。嘘こういうの買わないとピザポテトもここに来たら膨らんでるこれを見てください。これは下界でばあちゃんがスーパーで買ってきたピザポテトです。これももうぷっくぷくに膨らんですごいね。すごい気圧ってすごい、ね、気圧ってすごい気圧っていうか標高っていうか、うん、もうプクプクですわ。ココちゃんと一緒ピザポテトはちょっと戻しで、はい、ちょっと待ってパンパンすぎて開けにくい。ハサミある、うん、ここ開ける。あでも食べれん、食べきれなかった時にナイフがあるよ。ナイフ怖いわもういいよこれでこいつで。わあ空気がわ空気がほらほら抜けていく。匂いを嗅ぎますよ。ああポテトチップスやな。ちょっとなんかゴムっぽいけど。あなんか思ってたのとまた違うな。まあいつ前もの桃もそうやったから。なんかちょっとゴムっぽい。ピザポテトに変えるか。いや開けたのに中身こんな感じです。じゃあ食べてみます。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。あわさびや。ちょっと辛い。まあわさびだね。野沢菜の味しないっすね。なんかこれはなんだろう。なんだろうなこれ。わさビーフだ。めっちゃ美味しいっていう感じはないか。なんか福島の時のさ桃のポテトチップスほんまに桃の味がして感動したやん。うん、なにこれ。これなんかちょっとよくわからんな。まあでも。まあでも当てにいいっすね。当てになるね。うん、決してまずいわけじゃない。慣れてきたらゴムっぽさも消えてきた。ゴムっぽい。ちょっとなんか初めて書いて桃のポテトチップスもゴムっぽかった。なんか変な匂いすんなと思って。こちらのポテトチップス、490
491円です。ちなみにあのプリンは480円です。今まで行った道の駅の中で一番うまかったのがここのソフトクリームだね。ああ、ほんまにあれは美味しかったな。野沢菜の味が一切わからない。野沢菜？わさびはわかるけど。どこが野沢菜なんやろ。美味しそうだ。これをスノーピークに入れるって。なるほど、これはたまらんね。いいね。うまい。あ、よかったっすね。結構うまいこれ。ほんと。あ、いい香りするわ、ワインの。こう？うん。で、上向きに光を、もう一回押して。これここに、あ、ここ便利やね。ここに缶を置く場所ある。おいでおいで。いや、もう寝るわ。あ、これ寝るわ、寝るわ。はぁ、極楽や。何にもしない時間っていうのがいいね。うん。やっぱ朝さ、お風呂入ったから全然。今日汗ほとんどかかなかったね。ずっと黒目やったしな。本当はここで一泊して、次の日どっかホテルに泊まるっていうのはいいけどね。ああ、それいいね。でも日中何もできないんだよね、結局。結局真夏はさ、本当に何もできない。だから、ほんまに泊まりに来るだけよね、夜。涼しい場所に。できちゃうの。ほじゃん。首かしげてどうしたの。めっちゃ可愛い。来るか。こっちこっち。ほら、ママのとこ。こっち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 。ほら、ここここここ。こっちこっちこっち。ママのとこ、ママのとこ。お前が来いって言ってんじゃん。すごいすごい。これで星が見えてたら最高だったね。全然曇りで何も見えない。うっすらあそこに月が。うっすら、うっすら月が見えてるけど。こちゃん行こう。こちゃん行こう。ダメだ、抱っこするか。今8時40分ですね。いつも夜食を食べるので、いつもの時間に夜食を食べます。今日は大丈夫。今日の夜食はもうお皿を使わなくて済むように犬用のソーセージを持ってきていました。夜食が済んだらもうめっちゃ眠そうですね。歯磨きはこの乳層部という高級水樹脂って言って、なんかお水を入れたら固まって燃えるゴミに出せるやつですね。これで歯を磨きます。お風呂は朝入ってきたのでもう入らないんですけど、100均で買ったウェットティッシュでちょっと全身拭いて、私も顔も拭いてメイクとか全部落として、あと化粧水とかして、で寝る準備に入ろうと思います。9時半になりました。もうそろそろ寝ようかなと思います。車内の温度は21度、外はもうブルブル震えるくらい寒いです。フリースも着てちょうどいいくらいで、私はアームウォーマーをして寝袋にくるまって寝ようと思います。ココちゃんはなんかちょうど良さそうなので、でも扇風機をちょっと回して寝ます。まあ、様子見ながら一晩過ごそうかなと思います。じゃあおやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまた。ココちゃん、そう、あっち見て、あっちがすごい綺麗だよこれ。